こんにちは。お願いします。皆さん、どういう男が好きですか？みんな好きですよ。みんな優しい。みんな好き。ウェルカム。優しくて、あとなんかその自分のわがままとか要求ばっかり言わない人がいいな。あ、ちゃんと私の気持ちも聞いてくれる人がいいです。はい、じゃあ言ってください。お、気持ちいい。ピンター初めてされた動画で。あれだ、SM ジャンルに呼ばれそうですね。私、女王様みたいって言われるんですけど。そうそんなことないんですけどね。本当ですか？うん、そんなことありませんよね。染めぼろ、これはなんか外見でタイプとかないですね。ほう、本当になんか出会って一緒に過ごしてて落ち着くなとか好きだなって自然になんか思っちゃうから。ちょっと時間がかかるんですね。意外とでもすぐに多分心許せる人は許せるかな。自然体でいられると。うん、どういうのが好きだったんですか、恋愛の時は？あ、そうだな、年上の人がやっぱり多かったです。本当ですか？うん、年下はあんまり？年下はないです。年下にもモテそう。本当ですか？これはあれ失礼ですけど、どういうエッチが好きですか？どういうエッチですか？何でもいいですけど、タイでもいいですし、こういうシチュエーションでもいいですし、何でも答えられる範囲で。首を絞められる。首を絞められる。キャッ。なんか一つ視聴者に気づいてもらいたいことがあって、ちょっとアニナさんの強みってお尻ですよね。うん、強み。そう、なのでちょっとこう撮影会でよくあるポージング1個だっけ。お尻強調されるポージング1個だけ。まあ、今の状況でも大丈夫ですけど、どういうのがいいのかな。お尻。はい。お尻。おお。すごい柔らかいですよね。お尻。やばー。綺麗。やば。めっちゃ綺麗じゃないですか。こんなんでいいですか。はい、こんなんでいいですよ。めっちゃ綺麗です。お尻、うわー、すごいです。アイナさん、東京に引っ越しましょう。仕事いっぱいあると思いますよ。東京来ようかな。いつかは来ないですか？考えます。いいですか？うわー、なんかヨガされたことありますか？ヨガとか、ヨガ、はい、ホットヨガとか。ないです。何もしてないですか？うん、高校生の時なんかスポーツ、中学生の時にずっと陸上やってました。走ってた。なるほど、めっちゃいい体してますね、比率が。ちなみに今日ブラザーも赤ですか？赤です。お、めっちゃあれですよね、ちょっと高いやつだ。うん、かわいいやつ。ちょっとだけ。おお、めっちゃ綺麗じゃん。おお、めっちゃいい映像出てきそうですね。あれだな、おっぱいがめっちゃあれですよね。肌めっちゃあれだ、柔らかいおっぱいですか？ちなみに大丈夫。じゃあちょっと撮りますか。はい、よろしくお願いします。お願いします。